こんにちは、ミッドウェスト大阪の久木です。佐藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。あれ、今日村井君は今日村井さんは PCR 検査PCR 検査じゃない、ちょっと危ないです。お休みか。危ない、ごめんなさい。いや、じゃあ今日何やろう。もう秋冬どんどん入ってきてまして、はい、まあ、ちょっとなんかミックスで紹介したいっていうのもありつつ、まあ、パンツがリベルムがそういっぱい揃ってきたんで、リベルムさんのパンツをベースに、まあ、サリバン等がカラーっていう、はい、まあ、3ブランドに絞ってちょっとミックスして、あのなんか僕らなりにこんなかっこいいのはどうかなみたいなのをご紹介したいなと思ってます、はい、でまずこの1本目が、シリコンワッペンのこの T シャツ、あ、こっちも俺は、そうですね、 T シャツとセットアップになってるパンツで、ウールでめちゃくちゃストレッチ僕が72の60キロで1を履いてます。はい、僕が75の55キロで2ですね。いいしてもこのぐらい、まあ、結構綺麗なハイウエストのスラックスバランスですね。本当そうですね、はい、ちょっと短めで買われても全然いいかもしれませんよっていうところで、まあ、こういう形でぜひ参考にしていただければと思っておりますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでお次いきましょう。そうですね、はい、はい、1本目こんな感じです。サイドスリットワイドって伝えながら、サイドスリットスラックスですね。スラックス、はい、それはスラックスでしょ。ウィールベースの、はい、あのサイドスリットの、まあ、でもリベルムのいつものワイドよりももうちょっと抑えめな感じで、ラインがちょっとももが細めの、よりフレア感増してるぐらい、はい、っていう感じのやつにトーガを合わせてみました。どうでしょうかちょっとね、やっぱサファリとかまた着たいけど、なんか今回結構どの組み合わせもこうナチュラルとスペーシーなものとか、なんかそういう反するものの組み合わせっていうのが、まあ、これもちょっとスラックスだけどシャリ感のある素材だったりとかジップ使いになってて、少しやっぱ新しさがあるあのラインになってますんで、まあ、ラインはこういう感じです。あとちょっとここにこうあの今回のブランドの、まあ、ルック、今回のリベルム自体もなんかテーマがアースペースオデッセイっていう、うん、2001年宇宙の旅でしたっけ、うん、なんかそれの、まあ、なんか宇宙飛行士のやり取りのメッセージが書いてるみたいな感じで、なんか、うん、あの前のシーズンに引き続いてこうレトロフューチャーというかこう未来感のあるデザインになってます。あ、で靴はトーガのシルバーバックル、僕ヒールで、佐藤君はローファーです。めっちゃ可愛いですよ。これ後ろの方にもスティールがついてるんで、あ、佐藤君だけか、良いね。後ろめっちゃ可愛い、ね、ちょっとこう履きたいよね。バックスタイル可愛いね。あ、これ値段いくらだったっけ。ハーフペイトでしょ、うん、ちなみに両方とも僕らはおサイズ1です。黒とラベンダーで税込みで31,900円です、はい、ぜひご参考になってください、はい、じゃあ次行ってみましょうか、はい、さあ、はい、通行出目、通行出目、僕ではこれすごいよね、このボンテージ、はい、これ素材シャンブレーなんだよ、めっちゃサラサラで、今もう履いてても全然大丈夫なの。すごくない？すごいです。足で、はい、で、お値段が3万、あれ、これどうやってしようか、35,200円の税込みなんですね。超いいでしょ。で、これをあのこれはあんま変わらん全然変わんない、あんま変わらないか。これがね、なんかタイパンツみたいに結構ルックでこうなって、こうなるんで、あんまこれレングスオンとしてるってなんだよ。ブーツとかだと結構引き上げられるみたいなんだけど、いいよね、これこうつなげちゃってもいいんだよ。ちょっとこう本当にボンテージパンツみたいな、こうつなげてもいいのかな、つなげてもつながってますか。つながってる。あ、ちょっとダメだ。ちょっとダメだ。ちょっと歩くたびに外れてる。ちょっと戻してる。ちょっと戻してる。はい、僕の方はサイドジップクロップドです。はい、あのクロップドパンツは結構リベルムさん出してると思うんですけど、今回も素材感はちょっと何ですかね。いやいや、お待たせ。ああ。
あ、さっきお値段ずれてます。33,000円分、あの税込みです。33,000円の税込みです。クロップをいつも出してます。何このシャツかっこいいね。あ、シャツ。どこだ。これ裁判。何。かっこいい、ね。どうした。ついに炸裂しました。あ、僕これさっきのトーガの。ベージュ、ピンク、そして白。はい、これめっちゃいいよ。いや、いいです。なんかニューサファリっぽいって。これ TH の僕のベストは私物です。はい。はい、ミニタリーミニタリーですよ。ちょっと小物も結構今回使ってみてみたいな参考に、ね、キジバーの新作のアイレットのバケットもあれば、あとサリバーオープナー付きもまだありますから、あと定番もののサリバーとこのグリーンのありますか、ね、あ、そのもうね、はい、T シャツもすごく使える、はい、で靴はさっきとシャッフルしてみました。そうです、ね、かわいい。ちょっとちょい見えでもいいし全見えでもいいし、クロップドにはやっぱこういうブーツを合わせていただきたいです。サイドショットです。スタイルサンプル第2はこういう感じでやってみました。はい、次はちょっとアウターも中心に入れてる、はい、さあ着替えてみたいと思います。はい、はい、3つ目はちょっと重めにしてみました。はい、モートーンで、まあ、カラーのアウターを混ぜてみたんですけど、どうですか。いや、すごくいいです。ちょっとボリュームにテーマみたいな感じにしたんですけど、はい、あ、でパンツをご紹介ですね。はい、これはテクニカルポケットパンツ。これはまあもうスラックスのテープアドレス、もうラインめちゃくちゃいいですわ。丈の合わせ方もあの今までよりも合いやすくなってるかなと思うので、僕の172の身長でもスパッと合います。はい、すごくいいです。スニーカーで可愛く、うん、はい、でちょっとフューチャーな感じがあって、この辺も使えそうですよ。もうこれも今からすぐ開けますね。はい、あ、で、33,000円です。はい、税込み33,000円、はい、税込みで、それにこの僕カラーなのか、これちょっとオルのポイントで、なんか普通にちょっと着ちゃうとなんか髪も長いんで、おじさんになっちゃうんで、もうおじさんなんだよ。ちょっとこのぐらいでどうかな。いや、良いっしょ。はい、いいっしょ。はい、なかなか気に入ってるんですよ。この黒、これネイビーだしね、ダークネイビーなんで、はい、なんか黒の中でもちょっと変わって、そうですね、なんか上品ですね、かわいい。あ、これもしてました。あ、パールも、はい、パールネックレス、え、サリバンネックレス、あ、ブレスレットサリバンの、これめっちゃいいやん。はい、これここ結構男っぽいんで、うん、あのパールがちょっともう気分じゃなくなってもずっとつけれるわこれなら。う、ね、うん、皮もいいし、これ欲しいもん、買って。いや、あ、今日誕生日ですかね。今日誕生日です。買ってください。ちょっと置いておいて、じゃあ次僕の方、はい、僕はシリコンスラックス、ここね、ここで、ね、かわいい、はい、これ一番スラックスっぽいよね。なんかラインもあのハイウエスト、どっちかっていうと股上もしっかり長さのある、そうですね、スリムストレートって感じのラインで、ストレッチある？あります。ああ、聞いてるね。はい、はい。これ冒頭で履いてたやつのブラウンの色違いみたいな。あ、そうです、そうです。はい。で、値段は？あ、値段は税込みで36,300円。はい。で、佐藤君もサイズ1インチ着用。はい。175センチでこのサイズ感で。ブラウンはそれどうですか？ちょっとね。なんかうちではあんまやってなかったけど、こういうモノと良いんじゃないでしょうか。で、中はサリバン、これ今最強だよね、カラーのこのリブとサリバン、サリバンのなんかこのシュート、俺の中で最強の組み合わせなんだけど、で、ケジマもこう入ってるから、いやね、これめっちゃよくない？ここの V ゾーン俺めっちゃ好きなんだよ、はい、もう全部のアウターに俺入れたいぐらいです。あ、でこれ僕紹介しててね、あの前紹介させてもらった、あ、そうですね、あのカラーの何ですかね、え、何ですか、タートルネックです。シャツ型タートルネックです。タートルこの辺に入れといて。説明が難しいです。はい、はい、まあ、という感じで今日はあの3回にわたり計6本、あ、まあ、全部で7種類のパンツを紹介させていただきましたので、ぜひオンラインの方もいただきながら、ご利用いただきながら、サイズ感なんかは店頭にお試しにいらしてください、はい、あとすみません、サイズ感に関してなんですけど、あの今回からあの概要欄の方に
僕たちの身長別で、まあ、体重とかも全部載してるので、ぜひそちらも参考にしてください。はい、まあ、そんな松竹梅ないけどねそうですね、まあ、一応その猫背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 本当にあれだな。僕ね、めちゃくちゃ猫首猫背最悪じゃん、最悪はい、髪型だけ今っぽいという感じで、今日もありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。